はい、もちもち TV のもちです。本日2月8日はですね、動物の森の任天堂スイッチの発売日ということで、まあ動物の森にはですね、まあ動画ではそんなに動物の森について語ってないと思うんですけど、昔から結構いい思い出、まあいい思い出っていうかまあ思い出があって、で確か DS の動物の森の頃からやってたと思うんですけど、まあ動物の森ってもうなんかどちらかというと女性の方が多くやってるかなっていうイメージがあって、で動物の森を当時やってたのが、で僕とその一番仲のいいぐらいの友達、男友達しかいなくて、でほとんど二人でやってたんですね。もう二人だけの世界みたいな感じになってて、まあもちろん他のゲームなんかウイニングイレブンとか、なんか他のゲームもドラクエとかいろんなゲームもやってたんですけど、動物の森だけは僕とその友達しかやってなくて、本当に今動物の森って結構通信が醍醐味だと思うんですけど、まあ二人で本当に競い合うようにやってて、もう二人だけの世界でもう通信してたんですね。いやこういう魚が取れたとか、いやこういう絵画がついに手に入ったとかやってて、で本当にどっちが極められるかみたいのをちょっと競ってたんですけど、でどちらかというと僕よりその友達の方が本当ガチ勢で、なんか昔の DS の頃の動物の森って、なんか動物たちと仲良くなると写真をくれるんですね。でその写真をくれたらもう動物たちにはもう用はないみたいな感じで、もう全然話しかけなくなるとその動物たちが引っ越しちゃうんですね。なんかあ残念だみたいな感じで、お別れだみたいな感じで引っ越しちゃって、でまた新しい動物が来るんですけど、でそのまた新しい動物となんか話したりコミュニケーションを取ったりして仲良くなって、でまたその動物が新しい自分の写真をくれてっていうのの繰り返しなんですね。でなんか僕はなんかそれがちょっとなんかあんまり納得いかないというか、なんかそのシステムどうかなと思ってて、まあ確かに動物たちと仲良くなって写真をもらえるのは嬉しいんですけど、もうそこまで来るとその動物に愛着が湧いちゃってるので、なんかそこから無視して話しかけずにいるっていうのがちょっとできなくて、で、なかなか写真が集まらなかったんですね。でも、その友達は結構シビアな感じで、はい、写真集まった、もう無視だ無視だ、みたいな感じで、もうどん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 写真を集めて、で、しばらくその友達と通信してなくて、で、久しぶりに通信したって時があって、その時にその友達の家に上がってみたら、もう写真がバーって並べてあって、ほんとなんか、ここ家かみたいな感じで写真が並べてあって、なんか、おすごいというよりも、まあ確かにすごいっちゃすごいんですけど、なんかちょっと、これはなんかちょっと違うんじゃないかみたいな気持ちになって、ちょっともう極めるというのは無理だなと、僕にはちょっと極めるというのは向いてないなと思いましたね。で、そこからまあ Wii の動物の森だったり、なんかまあいろいろ出て、まあ一番最近ではまあスマホ版の動物の森とかあったりしたんですけど、なんか僕スマホ版のゲームは全般的にそんなにやらなくて、まあ一応なんかポケモン GO とかも一応我先にやるんですけど、ほんとポケモン GO なんてほんとダウンロードが開始されましたと同時にやって、もう誰よりも先にぐらいの感じでやって、誰よりも先にぐらいの感じでスポットを巡ったりしてて、で本当配信されてから2日後3日後ぐらいに確かレベル8か9ぐらいのところで、あもう飽きたなって感じになって飽きたんです、やめたんですけど、なんかスマホのゲームだけはなんか続かないんですよね。なんかバッテリーも消費されてくっていうのがあるので、なんかあんまやろうっていう気にならなくて、でもやっぱ携帯ゲームとか本当に家庭用ゲームとかは違って、まあ、結構やるので、で今回の動物の森は無人島に移住するということで、なんてワクワクするストーリーなんだっていう感じがしてて、まあ、今回の動物の森はとりあえず長くのんびりやりたいなと、そういう感じでいますね。で動物の森の通信はなんか今までの歴史的にもほとんどあんま人とやってこなかった感じがするんで、その仲のいい友達とは結構何回もやってたんですけど、で今回の動物の森は本当いろんな人と通信できたらなという感じでいます。でですね、ここからが本題なんですけど、動物の森の同梱版があるじゃないですか。あれを本当は欲しかったんですけど、スイッチのドラクエのちょっと同梱版をもう去年買ってしまったので、いや、さすがに同梱版本体2つもいらないなという感じで、今回はちょっと見送ろうかと思うんですけど、なんか新型コロナウイルスの影響で本体の予約も伸びたということで、まあまあとりあえず無難にまあソフトだけ予約しに行こうかなと思うんですけど、まあなんか予約特典とかがあって、なんか例えばゲオとかビッグカメラとか、まあアマゾンとか、ツタヤとか、まあ、いろいろ特典を見たんですけど、まあ、その中でも、まあ、特典に一番惹かれたのは、まあ、僕はゲオのマグカップ。マグカップが本当可愛いなと思って、このデザインのマグカップは本当欲しいなと思ったので、
ゲオでとりあえず予約しようと思います。はい、動物の森を早速予約してきました。なんか動物の森のマグカップ付きはなんかオプションだったみたいで、ちょっと値段が変わるみたいで、なんか5、600円違ったんですね。なんか同じ値段でついてくるのかなと思ってて、ちょっと大きな勘違いをしてたんですけど、まあどうせまあこの際だからということで、まあマグカップ5、600円ぐらい確か高かったと思うんですけど、マグカップ付きのやつを選びました。まあ現物を見てないんで、まあどんな感じかちょっと予約するのもちょっと怖かったんですけど、まあパッと見写真だとめっちゃ可愛い感じがしたので、まあマグカップ付きの動物の森を手に入れるのが楽しみですね。3月20日ということで待ち遠しいです。はい、以上もちもち TV でした。